皆さんこんにちは。今日も組織神学の学びを共にいたしましょう。はい、皆さんこんにちは、組織神学の学びをいたしましょう。ですね、今まで、聖書が、まあ、今聖書、組織神学の中で聖書学について学んでるんですけども、聖書はですね、間違いのない神の言葉なんだということが、本当なのかどうかということをずっといろんな、まあ、形で、いろんな方面から、まあ、検証してきたんですね。で、どうやら、聖書は神の言葉ちゃうかなとこう思わせるものがいっぱいこう出てくるわけですけども、今日はですね、当然、疑問として起こるのは、一体聖書は誰が書いたのかなという、まあ、疑問が起こると思うんですね。聖書を見ると分かるように、例えばマタイによる福音書だとかですね、まあイザヤ書だとかこうダニエル書だとかですね、一体誰が書いたのかっていうのは、なんかその書いた人の名前がいっぱい出てくるわけですね。つまりダニエルが書いたからダニエル書だとか、こうあるいはパウロが書いたパウロの書簡だとかいうふうにこう出てくるわけですけど、明らかにまあ人間が書いたとしたら。当然人間は不完全ですから、聖書にいっぱいこの人間としての不完全な間違いがあるはずだと。もしそうだったら聖書は間違いのない書物なんて言えない。でも第一神が書いたと言えないんちゃいまっかとこういう問題が出てくると思うんですね。でそう考えてくると聖書はね神様のまあ言葉が神が聖書を書いたとしたらですよ。これどうやって考えたらいいのか。まあ一つの考え、まあ、一つのこの仮説っていうかな、としては、神様がですね、まあ、例えば、その人間に、その書いた著者にですね、まあ、何やろ、こう、乗り移って、まあ、人間の体を、まあ、使って書かせた。つまり、この、なんか人間に乗り移って人間がですね、ふっ、ぎぎぎぎぎとこうなって、ぶえーとこう、ビーって、パッとこう気がついた。あ、何や、私気がついたらなんか文字書いてた。で、それがだからその神様が人間の体を利用して、あるいは人間をですね、なんかまあね、文房具のように使って、聖書を書いたんっていうのが、一つのまあ、学説には違いないと思うんですね。ただ、まあ、それは一つ。で、もう一つですね、考えられるのは、神様が人間にまあ、語って、まあ、ディクテーション、して、まあ、ディクテーションセオリー、神様が人間に、ぺちゃぺちゃぺちゃと喋って、それを人間がですね、文字にした。で、あ、そうでっかってこう書いて。で、その時に、当然ですね、語られた神の言葉は、間違いのない神の言葉やったけども、人間が書いてる時に、鉛筆折れてもうたとか、まあ、筆で書いてるかもしれませんけど、筆で、ちょっと点が一個多かったとか、人間はもうすでに文字にした時点で、人間の不完全さのゆえに、もうすでに、そこでちょっと間違いがあって、もう 99.99% 正しかったとしても、一部間違って、もう初めからそうなんだと。でも、もう初めに神が語られた言葉は間違い、神の言葉であったという、まあ、この説が、まあ、二つ目の、まあ、学説として出てくると思うんですね。で、ただですね、三つ目に実はもう一つ、三つ目の、アイデアがありまして、考えがありまして、まあ、学説というか、聖書は、果たして聖書がどのように書かれたかって書いてるのかっていうことを見ると、もしかしたらこの三つ目の考え方が正しいんじゃないか。で、まずですね、聖書は一体どのように聖書が書かれたと書いてるのか、ちょっとそこをですね、見てみたいと思うんですね。第二テモテの三章の16節、そこにはこう書かれてます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。この聖書の箇所を見ると、聖書のすべての聖書の箇所、だから、すべてですね、聖書は、神の霊感によって書かれた。つまりですね、三つ目の、まあ、学説っていうか説は、神の霊、聖霊によって、その人間が、書いたと。ってことになってくると、聖霊の導き、聖霊の働きによって人間が書いた場合、その、神の
100%言葉、つまり人間のその書いた、著者の本だけども、あるいは著者の本だけども同時に神様の 100% 言葉でもあると、神が聖霊、霊感によって神の、あの霊によってその人が書いたと。というこという、まあ、説ですね。そうすると、この三つ目の説、つまり神の霊感によって、人が聖書を書いたんだとした場合、俗に言う、あの、二重著者の可能性があるんですね。聖書は、人に書かれてるけども神が書いた。なんか神と人間が書いた。ちょっと理解し、難しいかもしれませんけど、まあ、これ、流を、オーサーシップっていうふうに呼んでます。一般的にですね、多くの、まあ、聖書の学者が、その三つ目の説を、まあ、取ってる人が多いです。なぜかというと、聖書そのものがそう書い取るからなんですね。他のですね、聖書の箇所、にもですね、第二ペテロの、1の20節から21節にも、それを裏付けるようなこと書いてあります。第二ペテロの1の20、21、ちょっと読んでみます。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。まあこのことから見ると、聖霊によって人が書いたんだという、まあ、理解になると思うんですね。それで、その聖書は、まあ、二重オーサーシップ、いわゆる二重著者をベースに聖書書かれてるんちゃうかなと。当然ですね、そうすると聖書は間違いのない、神の言葉だとなるんですけども、問題はですね、その後、当然、聖書をこうコピーしていく過程において、間違いが出てくるんちゃうかと。で、そうするとですね、古ければ古い聖書ほどオリジナルに近いだろうと。実は聖書のオリジナルっていうのは、実は今はないんですね、失われてて。で、そうすると一番最初に書かれた聖書が、当然一番正しいだろう。でも、それがコピーしていく間に、もし途中でコピーした人がね、ちょっと間違ったのがあるだろうから人間がコピーすると、そうすると、聖書の原文において、聖書は間違いない神の言葉だったんちゃうか。でも、コピーして、もし間違いがあったんやったら、古い聖書ほど、オリジナルに近いだろう。またですね、同じような理屈で、たくさん、同じような文章がある方が、よりオリジナルに近いだろうと、いうことで、実は聖書の、まあ、学びをするのにですね、一体、どっちが、実は聖書にはいっぱい、古い聖書があるんですね。で、例えば、コーデックス、バティカニスだとかと、他と比べて、どっちが正しい、コーデックスなのいわゆる本みたいなことです。ほんで、古い本、まあ、古い聖書、の記述と、こっちの古い聖書の記述、両方ともコピーなんですけども、もう、ちょびっとこう、記述が違う時があるんですね。どっちが正しいなんてなってくると、一つの考えはできるだけ古い方が正しいんだろうと。それからですね、たくさん、他にもコピーがあって、そっちがたくさんの人が同じようにコピーしてたら、当然、正しい方をたくさんの人がコピーしたでしょうから、そっちも、考えなくちゃいけないということで、大体そういった形でですね、できるだけオリジナルに近づきたい。で、ただもう一つですね、先ほど聖霊の導きがあったということなんで、神がそうは言っても、この不完全な人間にもともと書かせた聖書っていうのは、神の、霊によって書かれたんだ。そしてまた同じように神の霊によって守られたんだ。つまり、その神の目から見て、今の聖書っていうのは、そういったそのいろんな過去の聖書の、不完全いうかそのコピーの段階でですね、これで良かったのかなと思えるような部分があったとしても、それはその聖霊の働きによってですね、もう守られている。つまり私たちの今手にしている聖書は、聖霊の働き、守り、そして導きによってですね、正しい聖書なんだと、その間違いがあるように見えてても、あるいは昔の聖書とこっちの聖書と、また別の聖書と書いて、
記述が違うように見えても、その内容においては、違うところは矛盾するところは基本的になくて、聖霊の守りによって、それが正しい聖書なんだという、解釈を、してる人が多いこと多いです。当然ね、聖書を学ぶ上でこの二重著者の可能性が一番今高い。聖書は誰が書いたのかというと、結局ですね、神の霊感によって、人は書いたと、そういうことで聖書は、40人近い人が書いたんですけども、そこには間違いのない神の言葉が、聖霊を働きをもって書かれているんだという、これがですね、一般的に一番可能性のある、学説として、言われています。今日はですね、そこまで、ちょっと学びたいと思います。聖書は、多分、二重著者によって書かれているんだろう、そういう意味では聖書は間違いのない神の言葉と、言えるだろうと、思われています。今日そこまででしょうか。それではですね、また来週、またこのことをずっと勉強していきたいと思います。それではまたよろしく、バイバイ。